飛行中の L-13 展示されている、L-13 モータグライダー仕様の LET、L-13M 牽引されて離陸する、L-13 地上での L-13、L-13、ブラニックは LET クノビチェ社が開発した前、金属製の複座グライダーである。日本での名称は、レッドなどニーポドニッククノビーチェ式 L-13 型、という、半式のヌシリンと、 フラップが特徴である。発展型として T 1型 B 翼の L-23 がある。1958年以来3000機以上が製造された。アメリカ合衆国の空軍士官学校でも TG-10 シリーズとして K21 機が基礎訓練に使用される。L-13 ブラニックは1956年に VZL レッティナニーのカレルデラウによってチェコで 初めて総流翼を備えたグライダーである XLF-2007 ラマナーの経験をもとに設計された。L-13 は基礎飛行訓練や極技飛行訓練やクロスカントリー訓練に切り替えられる訓練用グライダーとして開発された。金属製で中総流翼と多くのソビエト航空産業の標準的な手法による部材等設計概念は 実績のある技術と試験的な技術が組み合わされたものとなった。ブラニックは1958年から生産が始まり、廉価で剣道で耐久性に優れており、飛行、運用しやすいためにすぐに普及した。ソビエト連邦の影響下の国々のみならず、西ヨーロッパや北、アメリカ等に多数が輸出された。総生産機数は2650機で、 派生機種を含めると3000機以上になる。初飛行から半世紀以上が経過しているにもかかわらず、こんなを世界中で最も普及したグライバーである。適切な性能を満たす程度に過ぎないものの、1960年代のクロスカントリー部門において、ブラニックは多くの複座の長距離飛行記録を樹立した。ブラニックは1956年と1956年に、 チェコスロバキアのチームが世界チャンピオンになったディマントと L-21 スパートック探査機の設計の影響を受けている。出典イコール英語版記事よりありがとうございます。